ちょっとなんでよ、なんで急に現れたん、私呼んでなくね、クトゥルフの目。痛い、どうしよう、ちょっと待って、キャンパイヤー起こる、起けんやないか。あ、置いた、これ戦う、ね、なんでクトゥルフ現れたん、私いい子にしてたよね。皆さんこんにちは、矢月史郎です。今回もテラリアやっていきたいと思います。あ、いいね、いい感じよ。これだいぶ取ったんやないか、沈んで。まだあるか、ここで終わりやろか。あら、水が下に行ってしもうた。私も落ちた。どうなっとる、ちょっとした空間やぞ、ここ。ちょっと待って、暗いから、ここ。やったか、やったよ。だが、上からコウモリも来とるんや。あ、怖い。油断した。落ちてしもったな、これ。痛い。お骨とにいる。あ、宝箱見える。左に。左の宝箱欲しいな。その前にここの鉱石も欲しい。いや、これは何かな。銀か。銀結構今回手に入っとるな。あの水の中の宝箱欲しいな。あの水をうまいことこう流して宝箱取りに行くかね。それ取ったら今回終わりか、冒険としては。うん、アイテムいっぱいなんだよね、実際のところ。ちょっとアイテム整理して、まあね、取りに行くっつうのも一つの手ではありますがね。入ってきそうだな、オーネとハニー。大丈夫かい、あいつ結構毒針飛ばしてくるから痛いんだよね。マップ的にはまあまあ結構下の方まで来たんかね、これ。どうやろうかね。いや、そうでもない。ああ、半分ぐらいか。ここら辺かね。え、またちょっと待って。下に落ちたんだけど。ちょっと待って、どうなってんの。ただの、ちょっとした空間や。ビビらすな、ビビるからすぐに。危ねえ。じゃあ上戻ってさ、あの横のこっちから掘り進めるっていうのもいいね。そうね、こっちから掘り進めさせていただきましょうか。結構深いぜ、その水。どうやったら流すかね、これ。ちょっと考えんといかんところだが。こうちょっと下に掘りつつさ、流すっていうのがちょっと手じゃないかな。どうかな、結構遠いぜ、あっちまで。まあ、地味に掘っていきましょうかね。あら、ここ空間に続いとるな。空洞や。空洞か、そんなことないな。そうでもなかった、これ。あんまりあの、松明の明かりね、届かないんだよね。まめに置いてかんとな、これ。ああ、ここら辺に流していくっていうのも手だな。ちょっと穴開けとく。でだね。で、ここら辺にサッと流す感じで行こうか。これね、ここからさ、そこの水をささっと、ここから行けるかな。これ全部流れるといいんだけど。さて、うまく掘っていきましょうかね。下にマイターがおったな、今。松明燃えていこうか。いるやもせんけどな、これ。あの水を流すことによって全部流れるかな。そうじゃないとここら辺危ないよ。死の恐れあるけど、まあ行ってみましょう、流してみましょう。まあ、やばいと思ったらね、魔法の鏡で戻ればいいから。そうね、そうしようか。ちょっと上ら辺にもさ、松明置いていこうか。ここら辺ね、ちょんと。あ、沈殿あるじゃん、上。え、ちょっと待って、上沈殿ポイントじゃん。沈殿もできたら水を流したら持って帰れないところではありますが、どうでしょうかね。持って帰れるかな。ここら辺掘ってさ、痛い、痛いから、やめなさい。さて、もうそろそろ来るぞ、これ。来るぞ、行くぞ、流すぞ。敵もおるな。結構広いぞ、そこ。来た。息がね、できるかな。痛い。スケルトン来とるな。ちょっと上に上がる。暗すぎる。
よしよし。でちょっと水がね流れるといいな、あのままうまい感じで。水かさが減ることを祈りつつ、ちょっと沈殿も取りましょうか。あ、ちょっと待って、これ上から流れてきてるから、ここせき止めないとダメじゃん。そうね、そうよね、ここだよ、元凶は。このせいや。じゃあこいつをね止めよう。 OK、 これで止めたから水かさは減ると思うんだけど、さあどうかな、うまくいけばいいけどな。敵も来とる、敵も来とるやん。あーでも水かさ減ってきてるね、少しずつ。いいよいいよ、いい感じいい感じ。あ、宝も取れそうじゃん。あーよかったよかった。ちょっと沈殿も持って帰って。いたいた、え、なんでいたかった今。敵かね。あ、沈殿に攻撃されたがたまにあるんだよね、そういうこと。いや結構流れてきてるわ。あ、いいよいいよ、よかったよかった。あそこ流してよかったわ。うんとかね、流せてるね。あーほんとよかった。いやー沈殿もだいぶ取れたし、いやいや、ええことや、ええことや、こらええことやね。痛い痛い、やめてやめてやめて。クラゲも倒してこうか。クラゲ水がないとダメなんやね。コロコロンって転がってたけど。さてここ宝箱何が入ってるかな。くれな、くれぞここ。よし、オッケーオッケー。ね、宝箱の中は、あ、金か。え、邪悪な存在がこちらを見ている。やべえやついんのかな。何置いてこっかな。種いらないかな、この。なんだろうこれ、キノコ。いや、キノコの放射必要。これ何これ、エメラルド。いやダメ、エメラルドもダメ。ツタ、ツタ置いてこう。松明。他に金かとダイナマイトと、なんか大したことなかったなこの宝箱。いやーか、うん、あとダイナマイトでしょ。ダイナマイト1個か、1個だったらいらないかな。スパイク付きのシューズか、うん、欲しいといえば欲しいね。この種は何これ、これいらないわこの種。で金のこの延べ棒みたいなのを持って帰るために何か置いてこっか。土かな、うん、ここら辺かな。よし、これで。さて、この中ちょっと取ったら帰ろうかな、そろそろ。アイテムいっぱいだし。いやーでもどうじゃ、もうちょっとだけ下行くべかね、これ。ここね、流した先に行くっていうのも一つの手ではあるが、だいぶ流しちゃったもんね。大丈夫かな。あ、鉱石や、鉱石持って帰って終わりにしようか。もう本当にね、アイテムいっぱいで持って帰れんのや。あ、銀が、今回銀が大量に手に入ったね。すっげえ銀だなこれ。これねすごいですよ。さて、こちら取って、これぐらいかな、これぐらいかな、いいかな、そろそろ戻ろうかな。下なんかいっぱいいるんだな。やっぱね、一人だと大変だね。うん、まあちょっとずつね、一人でも探索していきたいと思いますよ。よし、それでは安全に戻りましょう。よいしょ。雨やな。クトゥルフの目が現れた。いやいや待ってくれんか。え、ちょっと、なんでよ、なんで急に現れたん。私呼んでなくね、クトゥルフの目。どうしようどうしようどうしよう。ちょっと待って、キャンファイヤー、キャンファイヤー、キャンファイヤー置こう。置けんやないか。あ、置いて置いて置いて。これ戦う、ね、なんでなんでクトゥルフ現れたん。私いい子にしてたよ、ね、私いい子にしてたよね。危ない危ない危ない。おいマジかよ。いやあれとか、地味に痛いな。ここでさ、ダメージをちょっと、これね、一人でやれんのかよこのクトゥルフの目を。
何にも本当にないんやな。一人でやってなんか報酬を手に入れるか。家も近いしな。でもな、村人攻撃されたくないからな。本当はここでやるしかねえ。なんで来たんよ急に。イベントかい、そういう急に来るイベントかい。やめてくれんか急に来るの。まあ、なんか邪悪な存在に見られてるっていうのは書いてあったのはね、目視しとったけど、いやこれ全然減ってねえぞって、あいつ体力マジかよ。こっちブーメランは、ブーメラン弱いんだけどな。弱え、マジ弱え。これジャンプ攻撃とか当たるか、ジャンプ攻撃というか当たるからね。まあまあ、やっぱあれ、これ肉切り包丁でしょやはり。こちらなんか雑魚倒した時についでにお金も手に入ったらいいんだけどな。手に入らんか。雑魚が結構まめに出てくるんだ、あの目から。いやマジこのキャンプファイヤー本当にすげえ重宝してるわ。いや持ってってよかったね。あマジ所持しててよかった。危ねえよもう。よいしょ。くそ、こんなことだったらな、クトゥルフの目がすぐ現れると分かってたらな。なんかポーションとかさ拾ったやつ飲んだんだけどな。だから今回痛い痛いやろ。本当に好き放題やってんな。痛い痛い痛い。来た来た、体力半分ぐらい来たぞ。一人で生きるやもせんな、これ。よし、オッケーオッケーオッケー。もうすぐあれじゃん、進化するんじゃねえか、こいつ。第二形態に。ドラクエでいうとこの第二形態。なんかこの目のところが口になるっていうね、謎仕様でございますよ。クトゥルフの目がね。いやー、キャンパイヤーから離れたらいかんな。マジこれほんとありがてえな。そうじゃなかったらこれしんどったやもせんど、これ一人で。いや一人でやれてるってところがねすごいわ。この前の時3人でやって何度か倒したもんな。ダメージ増えてねえか。怖い怖い、声が怖い。やめて、求めてない、そういう怖さ。私はホラー要素を求めてない。ビビリアでさ、ビビっちゃうやん。ちょっと待って、ちょっと下級ポーションで回復。もうちょっともうちょっと、あとちょっと3分の1ぐらい来たよ体力。私もやばい。痛い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 。危ない危ない危ないけど、もう少し勝ちそう。勝てる勝てる勝てる、私ならやれる。キャンパイヤーから離れちゃいかん。ちょっと体力温存したい。でもあいつもやりたい。したらいいの。痛い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 。死ぬから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 。どっちが先に死ぬかっていうね、そういう問題ですよ。死ぬ死ぬ死ぬ。危ない危ない、避けよ避けよ、うまく避けよ、うまく避けよ。いいぞいいぞ。痛い痛い痛い、危ない危ない危ない。ポーションポーション。なんで下級ポーションしか持ってないんだって話なんだけど、いいポーション持ってたはずなんだけどな。置いてきちゃった、家に。すぐそこなんだ家。来た来た来た。はあ倒せた、よかった。もう一人で倒すもんじゃねえぞこんなの、怖すぎるわ。アイテム持ってんのじゃねえか、いろいろ。透明化ポーションとか持っとったんやな。ちょっと家置いてこようか。ああ家置いてこよう。すぐそこやだな、これ。もう本当にびっくりした。よかった倒せて。ポーションポーション、なんで下級ポーションしか持ってないんだって話なんだけど、いいポーション持ってたはずなんだけどな。置いてきちゃった家に。すぐそこなんだ家。来た来た来た。はあ倒せた、よかった。もう一人で倒すもんじゃねえぞこんなの、怖すぎるわ。アイテム持てんのじゃねえか、いろいろ。透明化ポーションとか持っとったんやな。ちょっと家置いてこようか。ああ家置いてこよう。すぐそこやだよな、これ。もう本当にびっくりした。よかった倒せて。不浄の種か、そんなのあるんだ。
よしよし。あ、そうだ、虫もいるな。虫っつうか魚か、なんだこれ、このかわいい金魚か。金魚にミミズと、え、いやーマジでまさか帰ってきてすぐクトゥルフと戦うことになるとは思ってなかったな。いやでも勝ててよかったわ。いやほんと危ないところやった。お金も結構手に入ったんやないかこれ。またこれマーちゃんと来たら結構、あ、6ゴールドすごいじゃん。またマーちゃんと来たらさ散財できるね。あいつがいいの持ちたらいいんだけどな、たまに本当にね役に立たないようなもん持ってきたりするからね、マーちゃんとも。という感じでね、あのテラリアの方ね、まあ、ゆっくり回ったりね進めていきたいと思いますよ。はい、あ、そうだ、そういえばあれでフィーバー、チンデでフィーバーできるっていう、チンデスタックした、あ、あるじゃん、チンデあるじゃん、これ、え、フィーバーしちゃう、私のさこれで行くぞ。お、みんなにフィーバー見せたろ、よいしょ。どうやこれだいぶ来とるんじゃないか。アイテム開きつつさ、これフィーバーするって、どうどう、来てる来てる来てる、めっちゃ来てる、130個あると、溢れるんやないかこれ、鉱石溢れるよなこれ、完全に。いいぞいいぞ、金も手に入ってるよな、ちょっとずつ。カッパー今夜がよう分からんけど、なんかいっぱい手に入ってる、プラチナとか、なんかもう溢れとるやんこれ、いっぱい溢れとるよ、すっごいね。タングステンってなんだろう、あ、来た来た、めっちゃフィーバーした、ありがとうありがとう俺行っちゃったね、ついね。いやこれ私が頑張ったおかげですよ、え、この度ね。あ、琥珀、ああ、なるほど、そういうものもねあるんですね。さて、ちょっとこれ入れとこうね。うん、あと他にね、なんやこれ、腐った肉ってのがあるのか、種系不浄の種、新しいよね、さっきのあのクトゥルフでもらったやつやでな。あとはまあジャングルの胞子、うん、そうだな、まあ、これぐらいかな、種系は。あと鉱石系はどれや、どの宝箱やろうか、これじゃないな、あら、鉱石系ないのかな、じゃあここに入れようか。だいぶ手に入ってるの、いろいろフィーバーしたね、鉄と、うん、琥珀ってこれ何に使うんだろう、デモナイトって何やろ、あ、ルビー、これもしかしたら持ったままだったらなんか作れるんじゃないか、え、これなんかどうでしょうか、こちら、ね、そうだな、まずこれにしないといけないよね、延べ棒みたいな、11個になったな、すごいね。これでちょっと延べ棒にする、みんな、タングステン延べ棒、うん、銀ね、銀だいぶ入れちゃったかなこれ、どっかに、よう、うん、なるほど。で、あ、銅ね、銅1個や、これでなんか作れるか、作れないような気もするけどな、これだけだとすごい足りない。あ、松明すげえカラフルだね、これぐらいや、ここじゃないのかな、こっちかな、こっちで作れるかね、どうかね、あ、プラチナも、うん、お、なんやこれ、あ、え、めっちゃ近接ダメージあるんだけど、ナイツ、ライツベイン、何これ、私の肉切り包丁の方が強いけど、これ斧さ近接21だぜ、結構あるよね、え、どうしようこれ、クリティカル、うん、もうこのブーメランの代わりでも飛び道具はやっぱ必要だよね、作りたい気持ちもあるけど、弓の矢もあるよ、悪魔の矢、悪魔の矢、あ、悪魔の矢持ってってもいいかな、矢があれば、これ作ろうか、はっ、1個作ったぞ、でこれを矢に変えて、すっごいなんかまがまがしいもん作れたな、どういうもんやろうか、お、すっごいんだけど、見た今の、うわ、すげえパーティーみたいな感じでね、おめでとうみたいないや、まさか、まさかのタングステンのね、武器が作れるとは。ありがたい限りでございますよ、え。いや、この家もそういえば建築家計画進めていかんとな。上、すっかすかなんだよな。ちょっとペンギン、
ペンギンいっぱいいる。家具として飾りたいから集めておりますので、これね上ねスカスカなんだよね。もうちょっと家も建てたいからね、まあ家をね、まあ、次回ぐらいかな。ちょっと素材がないからね、素材集めに行かないと。これ家途中だからね、作ってるの。屋上にも作りたいし、まあここにも作りたいんだよね、一部屋。うん、でこっち側にももう一部屋作ってあげて、まあ上屋上にもね何部屋か作って、まあ部屋作らないと人が住まないのでね、まあ家計画もね少しずつね進めていきたいと思いますよ。はい、まあテラリアはやはりこれねシングルプレイだと、まあゆったりやるしかないのでね、まあ温かくね見守っていただければと思いますよ。ペットも手に入れとこう、これ飾れるでな。うん、